人気競争は日本最小最終関門5レースで2020ファイナルステークス芝1400メートルの競争混合戦7番の少年マリアが出走を繰り消して注目3頭ではメンバーご紹介してまいりましょう1番ラトは546キロラトロで吉田隼の57キロでの騎乗です2番は大宇田坊506キロプラス2です藤岡雄介57キロ3番のシャイニーロックは512キロプラス4です団子体制574番パレードロニアーレ456キロプラス2です岡田義嗣57キロ5番はステイコンザノック478キロマイナス2丸山元気57キロ6番の名称奥さん470キロプラス8藤岡光太56キロ8番イーサンパンサー468キロマイナス2古川義弘57キロ9番エローは424キロマイナス6石川由紀子55です10番はシュエットルーメル468キロプラス6カメラパート5511番イエロー・ウィン・クイーン480キロマイナス6ダザイ・ケイスケ57キロ12番はメモリー・コロネット464キロプラス2リュウキ・ギャーズ56キロ13番高野スカイハイ498キロ増減ありません鮫島亮太57キロ14番キアロックルト518キロプラス16斉藤カラタ57キロです以上7番の少年ダリアが出走を取り消しまして13頭によって争われます2020ファイナルステークス分配対象最終関門5レース目発走まではしばらくお待ちください
イアルステークスで芝 1400m の競争。マクリは順調に進んでいます。関西上3勝クラス、湘南ガリアの繰り消して13頭です。スタート地点は向こう上面の左で、今年 JRA の最後のレースになります。14番のキアロスクール最後にゲートに収まります。係が離れてスタートしました。ホールドコースタートは13番タガオスカイハイが切っています。さあすぐさま1段です。間から押して押して4番カレングロリアーレが先手を奪いました。間から3番のシャイニーロックがすっと抜けて2番手の位置、内からの半分差2番のオールザボーは3番手、その後は2馬身差、内1番のガゼボが行っています。外6番の名勝地さんと坂田区並んで追走、4番手5番手です。そしてその後ですがゼッケン9番レノーワが追走、そしてその直後ですが13番のタガムスカイハイがいて、あとは8番のイーサンパンサー、その1馬身後方14番のキアロスクール、外4分の3馬身差12番メモリーコロネットがつけています。あとは下がりました10番のシュエットヌーベル、三重のウィンウィンと固まって、その後は1頭や抜かれるような形になっているのが、これがゼッケン5番をつけましたステップオンザボックという体制です。カッパ3、4コーナー中間地点をかかって赤い防振動がレースを引っ張ります。4番カレングロリアで、そして3番のシャイニーロックです。そしてそれを前を見るように2番のオールザゴーが現在3番手を実装、そしてそこから名勝地さんが接近、その直後には1番のラジオが行っています。その内コースを取った13番高津海海で、さあ第4コーナーカーブから直線コースへと向かいました。ここまで先頭3番のシャイニーロックに変わりました。3番のシャイニーロックは先頭に変わりました。名勝地さん、そしてオールザゴーが接近、名勝地さんオールザゴーが接近、そしてラジオが前を見ます。4番手から3番手前に接近してくる、ラジオが進んですが、シャイニーロック名勝地さん、そして1番のガーゼボーが並ぶように5位、今2番手オールザゴーゴール前が3頭4頭激戦。さあ今年を締めたのはどこの馬か、ゴール前は大激戦となりました。2番手追走から抜け出した3番シャイニーロックに間をついた名勝地さん、外から1番のガゼボ、食い下がった2番のオールザゴ、ゴール前4頭固まっての入線。さあこの4頭3頭激戦となった中、今年を締めたのはどの馬、そしてどのジョッキーか。さあゴールの瞬間ビジョンに映し出されます。最後首の上げ下げの瞬間、わずかに外一番ガゼボがこのアイアルステークスを制しました。そしてその後2番手3番手の争いが、3番シャイニーロックか、あるいは6番の名勝地さんか、2番のオールザゴー冒険体制より4番手と思われます。あとは13番のタガノスカイハイが続いています。アイアルステークス激戦となりましたが、制したのはこのレース人気1番のガゼボでした。吉田隼人騎士の勝ち馬でありました。今年は久々に G1 レースを勝利、育ちた方に G1 レースを勝利、そしてこの阪神競馬場で最後の最後を締めました。1着1番ガゼボ、勝利直近吉田隼人、観光トレーナーは川島選手です。代表者はピカンクです。2着6番名勝地さん、3着3番シャイニーロック、4着2番オールザゴー、5着は13番カラオス大会で4メートルを始めております。以上、関心競馬最終第12競争でした。